は、スノーボーダーの青木玲です。ジュニターアースの和田です。さあ、今回もですね、和田君と一緒にロンスケ紹介してみようと思うんですけども、はい、前回やったじゃないですか。やりましたね。前回和田君からレクチャーを受けて、僕は低くなりながら曲がったりがスケートでできるようになって、あの動画見ていただいて、うちのお店にあったロンスケが結構売れちゃったんですよね。売れてました、ね、はい、はい、ありがたい話で売れちゃったっていうのは本当ありがとうございますの話なんですけれども、まあ、それをあの木にですね、冬のカービングに向けて楽しんでいただければなと思うんですけれども、今お店にあるもう在庫を全部もう倉庫から持ってきて並べました。もうこれしかないです、はい、うちこれだけです。はい、でこれらがそれぞれどんな乗り味なのか、あ、俺それチェックしてなかったけどそういう乗り味だったら乗ってみたいっていう方にうまくお届けできたらなと思いまして。そうですね、はい、じゃあですね、前回僕ちょっと乗ってて面白かった一番短いウッディープレス、この辺からまた紹介していきたいなと思うんですけれども、こちらですね、はい、デッキ自体がちっちゃくてこのホイールベースが距離感が短いので、一番グニャグニャして、小回りというか、うん、操作性がいいっていう感じですね。遊ぶスペースもそんなに広くなくてもギュインギュイン感が楽しめるよっていうウッディープレス、はい、といったと走ってる、ああそういう感じですよね、板が走ってる感じ、こういったところも、ね、はい、先週のあの動画撮影から僕はこう練習してちょっとこのウッディープレスの面白さがだいぶ分かってきたなっていう感じでございます。足元を使って細かい操作が得意なウッディープレス、ぜひですね、こう小回りショートターンとかをスノーボードで上手くなりたいなっていう人は足先の使い方がベストマッチじゃないかなと思います。ちょっとこう細かいピッチでコーンとかを打って、うん、はい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 、はいはい、いろいろ出るんですけど、なんかね、コーンがあればいいですし、なかったらペットボトルでも、ああ、そうですね、なんかこう、一応ギュンギュンギュンっていうふうに滑る面白さがあります。そして、そのウッディープレスよりも、ちょっとこのホイールベースも広くなってっていうパターンが、1、2、3、ヘブンスケートっていうのを3つ取り揃えております。はい、はい、でこっちの2つは同じものですもんね。そうですね、同じものの在庫なので、はい、種類でいうと2つっていう感じですけれども、はい、1個目のウッディープレスに比べるとこの距離感がちょっと長くなってデッキ自体も大きくなる方向になっていきますね。そうですね、こっちの方が少しワイドですね、はい、デッキ自体がワイドですね、はい、こっちの方が少しショートになるんですけど、うん、タイヤの操作と、うん、まあ、柔らかさっていうこれ素材全然違うっすね、触ると。え、何これ、すっごいマイルド。結構こう外側のグリップがグニャってなる。タイヤの外側もちょっとこれね、こうやって若に説明してもらおうね。これがいいや、これがいい。この2つですと、うん、こっちのタイヤは外側が少しこうグニャっと柔らかさがあって、うん、これ押すと完全に弾力があるもんね、うん、そうですね、うん、こっちはそれに比べるとちょっと硬さがある、うんうんうん、これはよくあるロンスケの、うん、そうですね、タイヤって感じ です、ね、はい、こっちの方がやっぱグリップしてくれるんで細いんですけど、うん、角付けしてターンした時に、うん、路面にこう食いつく感覚、はい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 、まあ、非常にもらいやすい、ちょっといいビール、なるほどね、すごいトイレあるエッジみたいな感じで考えたらいいかな、うん、ズルズルっていかないって感じですもんね。そうですね、ズレにくいっていうか、はい、ズレにくい、まさにエッジがトイレあるっていう感じ、うん、それがロンスケだと路面とのグリップになってくるので外側がちょっと柔らかくなってるっていうのがものすごくメリットですねっていう感じですね、はい、そうするとグニャグニャ行く楽しさとそこからさらに入り込んでいくっていう、まあスノーボードでいうと内傾軸みたいなんですかね、うんうんうん、そうですね、そうですね、あの辺の楽しさのこう限界値が上がるタイヤがついてますよっていう感じでございます。はい、より足元に頼れるっていう感じですね、うん、はい、うん、計算速がまあ、あるウィールがついてる、なるほどな、そうするとこのホイールベースがこっちに比べるとちょっとこう距離感が短くってデッキが小さくっても安定感がものすごく取れるっていうことなんだね。そうですね、そうですね、あー全然違うじゃないですか。こうタイヤも見ていただくと、はい、この中側っていうんですかね、はい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 、このトラックっていうんですけど、うん、トラックの中にこうウィールがビルドインしてるタイプと、本当だ、このこっちはビルドイン、まあ、してないですね。そうですね、うん、によってもこの接地面がこのトラックの中に中心に近づく、まあ、外に出るによってもこうエッチングした時のグリップ感っていうのが結構変わってくるので、その辺もまあこうデッキ選ぶ際に、うん、はい、ちょっと
ご相談いただける。なるほどな、これは面白いですね。エッチングする時のセンタリングがすげえ工夫してあるみたいな感じですもんね。そう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 、なんとこれは2本あるんです、はい、同じものが。なのでぜひともエッジグリップ、路面グリップを楽しみながらギュインギュインする方はこちら、はい、でタイヤがいいのでちょっとお値段も上がるんですよね、26,000円、6,600円か、うん、なのでまあちょっともう少し簡易的にってならばこちらは1万円台でご用意があって、ホイールベースもちょっと距離感があってワイドデッキにもなるので、はい、安定感がある、はい、乗りやすいものっていうふうになるかなと思います。はい、これもおすすめなデッキだ、ね、これは乗りやすいですよ ね、 本当にベーシックに乗りやすいのはこれです、うん、ちょっとこだわるんだったらこっちのタイヤは素敵でした。 そしてこちら側のデッキに行きましょう、はい、こっちの茶色2本はまた同じですね、これがね、はい、2つあります。はい、グリーンがラスト1本になって、ラスト1本、じゃあこのグリーン、こだわってワグンが仕入れたグリーンからちょっと説明してもらっていいですか。了解です、はい、このグリーンのデッキは、うん、まあ、よくあるロングスケートボードってやつですね、うん、まあ、ロングスケートの上でステップ踏んだりとかしてる、うん、動画とか見たことあるかな。スケートデッキの上で動く感じね。そうですね、はい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 、上で、まあ、くるっと回ったりとか、うんうん、はい、まあ、普通のスケートオーリーとか、うん、ジャンプみたいな動きですね、うん、もできるし、うん、まあ、普通にライディングしても安定するサイズ感、通常のスケートボードよりはちょっと長いんですけど、うん、まあ、ツインチップライクに扱えるというか、レギュラーはどちらもいけるように、うん、かつこのホイールベースが少し短めに設定されているので、うんうんうん、肩を傾けた時のグニャー感が出るんだね。あ、はい、なるほどなるほど。デッキの長さの割にグニャー感がすごく出るので、うん、まあ、乗った時の安心感もあるし、うん、傾いた時には肩にも動く、うんうん、それがまあ両サイドですね。なるほど、ツインチップ動けるよっていう。そしてこれあれでしょ、はい、コーンケーブでしょ。コーンケーブです、ね、おお、やっぱり、おお、ほんとだ、ソリがコーンケーブって言って、こっち側とそっち側に向かってこういう風にデッキが反ってるっていう感じ、はい、そうすることでこっち側とこっち側ちょっと上がってるので足でグッて踏み込んでったこのエッチングの感覚、うん、スノーボードでいう、うん、あれがものすごく感じ取りやすいようにデッキ形状がなってるんですね。で、このこっち側もそうだし、こっち側も両方とも上げてることによってツインチップな動きができるから、よく言うスケートボードの遊び方もちょっとしながらもロンスケの醍醐味が味わえるっていうやつですね。そうです。あー、いっぱい喋っちゃった。非常にハイブリッドな、あー、そういう感じですね。ハイブリッドな感じですね。確かに確かに。ちょっとそれ乗ってみて。そうです、うん、はい、足乗せてグニャグニャしてみましょうか。あー、いいですねいいですねいいですね。結構動くんですね、やっぱね。そうですね、コンケーブのところに少し押してあげる感じだ。はい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 、押し球を使ってつま先を、うーん、この動画も、なるほどね。いや、デッキの反り方によってこのホイールタイヤ、まあ、スノーボードというエッチングの使い方が変わっていくんですね、うん、そうですね、はい、これはちょっとオールラウンドで面白そうなデッキです、はい、フラットよりもコンケーブがある方が、うん、より、まあ、少ない力でやっと、うんうんうん、片付けつける、はい、これ面白そうじゃないですかね。これそうですね、うん、ここが浮いてる分あのスケートのチクタクみたいなこともできるし、あ、できますできます、はい、うん、これね、そこ浮いてれば、あー、ねえねえ、おー、いいじゃないですか。ロンスケとよく言うスケートのハイブリッドです、はい、はい、マニュアルみたいな、あー、ちょっとそういうトリッキーなフリースタイルっぽいこともできるんですね。そうですね、そうです、 OK です。ぜひともハイブリッドなスケート、ロンスケを楽しみたい方はこの緑のデッキおすすめです。おすすめですね、はい、でホイールベースも距離感近いから細かく曲がったりもできますもんね。そうですね、うん、並べると結構短く、結構短いですから、はい、デッキ大きいけどホイール感が近い、うんうん、近いですね。この辺もハイブリッドで面白そうです。じゃあ最後この茶色いやつ、はい、このどっしりした感じを紹介してください。はい、了解です。まあ、一番見た目がなんかいかついって言うんですかね、うん、はい、かっこいいですよね。僕好きですよ、それスポーツカーではなんか速そう、速そう速そう、形もそうだし、これとこれがね同じものですね、はい、でこれもねこうやって見るとコンケーブなんですね、うん、こうやって反ってるからさっきのエッジング感がやりやすい。こっちの緑もきつくコンケーブあるけど、うんうん、はい、ね、踏み心地がいいんだろうなっていうのに、うん、とこっちは緑に比べるとこことここの距離感が長いですね。デッキのサイズ感は似たような感じですけども、トラック感が長くなるのでより安定感があるっていう乗り物がこっちになっていくんじゃないかなと思いますね。そうですね。そしてタイヤがどれよりもごっつくて大きいです、は
もありますね。幅もあるし、うん、あ、これも幅がある分ちょっとね横が柔らかいので、これもすごくグリップがいい形状構造になってるなと思いますね。こっち緑と比べても、うん、このトラックですね、はい、もう、まあ、長いやつがついてるので、はい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 、車軸っていうんですかね、はい、タイヤとタイヤの距離も長くて、うんうんうん、得意ベースも長いっていう、うん、ドシッとした安定感、はいはい、安定感ね。そうです、そうするとスピード出せるよ、だからこういう形させとくねっていう感じのゲートデッキですね。これもうドイツインですもんね。そうですね、うん、全然こっちはディレクショナル、あ、そうですね、ハンマーヘッドだけど重さのあるようなドシッと乗れる感じだ。なるほど、まあ、もらえるロースケ、そうやって言ってくれたら超わかりやすい。あ、そうです。はい、ありがとうございます。ハンマーチック。ハンマーチックでグリップ感の強い、うん、ロンスケ。ちょっとツインっぽく使えるロンスケ。それぞれあります。っていう風に今回紹介させていただいた、この残り何本ですか？これ全部で。全部で。7本。俺の方が入った。この7本でうちのロンスケはとりあえず終わってしまって、はい、8月ぐらいでしか次に入荷するのがね、そうですね、はい、モデルによってですけれども見るようになってきますので、ぜひとも気になってるなって方はなくなっちゃうとなくなっちゃうので、はい、チェックしてみてください。よろしくお願いします。まあ、今どんなスケート乗ってるとか、うん、乗ってるとか、はい、あとまあ差を出したいとか、はいはい、差したいとかみたいな、まあ、なんか目的みたいなものがあればぜひご相談いただきながらチョイスできます。うん、はい、もしくは初めて乗ってみるんですけどとかね。ああ、そうですね、そういうのもいいんですよね。初めての方はもう駐車場でレクチャー付きでちょっと試乗できるようなものも用意してますので、はい、冬のスノーボードに向けてこのシーズンオフ、グリーンシーズン、暖かいシーズンはロンスケでギュインギュイン楽しんでみましょう。そんな感じでいいですか？はい、はい、それではこれからワン君と一緒に今日も週末なのでお店を開けたいと思います。よろしくお願いします。それではスノーボーダーの青木玲でした。チェイサースの高田でした。